いよいよですねうんステージパフォーマンスも終わったしあとは結果発表を待つのみだねなんてする演奏もできたしこれは結構いい線いくんじゃないうーんなんかドキドキしてきたー 2>, 2回戦も難しい課題でしたがナオさんのアドバイスのおかげでクオリティの高い楽曲にできましたしねええ これまで以上に厳しくハードなレッスンだったけれど、課題のためには必要なことだったと思うわ。いいや。山トの裏方の視点からの指摘もさすがだったよ。あそこで丸山の立ち位置変えたのは大正解。ステージングチームに入れた私の目に狂いはなかった。い,いえい,いえ、自分は気になったところをお伝えしただけで。 それが大事なんだって。いや、本当にヤマトって有能だよね。ね、シラサギ。ええ。マヤちゃんは、本当に頼りになるメンバーです。<laughs> そんな風に言ってもらえて <laughs>、嬉しいです。うーん。あれ以来、ナオさんは、普段通りに戻ったように見える。あれは、一体何だったのかしら。 あ、はあ、かっかりだな。かっかりだよ、白崎。なおさん白鷺、そんな気持ちでアイドルをやってるのファンの気持ちを第一にそれマジで言ってるそっかそっか。一番足を引っ張っているのは、しらあんただったんだね。な、なおさん。 二回戦に向けてのレッスンは厳しいものだったけれど、あの時のようなことはなかった。プロデューサーとしては有能だと思う。けれど、心の底で何を考えているのかわからない。またいつメンバーを外すと言い出すか。そして今度は、私の番かもしれない。とちゃん ちさとちゃんってば。どうしたのぼーっとして。ごめんなさい。なんでもないわ。ちょっと疲れが出たのかも。あれあそこにいるのって、ビビキャンのみんなじゃないおーい、みんなー。ビビキャンのステージ。 とっても素晴らしかったですステージにかける熱意を感じましたありがとうねビビキャンもパスパレも一緒に勝ち上がれるといいね同じ事務所同士一緒に頑張りましょう 父さん、すごい気迫でしたねはいなんかちょっとケオされちゃいました <laughs> あの子たち超本気になってるからねレッスンも今までの倍はやってるし TIS にかける思いはパスパレ以上かもよわ私たちだって本気ですうんうんそうだね もうそろそろ始まるみたいやったー二回戦突破だよーやりましたね みんなで一致団結した結果ですなんか私たちパワーアップしてるって感じこの勢いならもしかしたら優勝しちゃうかも <laughs> ですねもちろん強敵ぞろいなことに変わりありませんがその可能性は十分あるかとうんうんそれくらい自信持っていいと思う私たたちが目指すのは武道館なんだからええ それにしても、ナオさん、どこに行ってしまったのかしら。ん三<音調>人ともお疲れ様。よく頑張ったね。本番は、これまで以上に実力は出せていたと思う。でも、それ以上に合格の壁は厚かった。 これが現実。頑張ったからって、夢は叶うわけじゃない。努力なら、ここにいるアイドルみんなやってる。自分たちだけが頑張ってるなんて思うのは、思い上がりだよ。武道館に行けるアイドルはほんの一握り。どんなに努力したって、何もかもをかけて犠牲にしたっていけないかもしれない。それくらい厳しいところ。 それが現実その現実を聞いてアイドルを続ける自信がなくなったならいっそアイドルを辞めるのもありだよあっシノさんどこへ行くんですかシノさん待ってシノちゃんななおさん何もあんな言い方しなくっても 私、行ってく,る、ね、く若者は足が速いったら正当な評価と的確なアドバイスの中にどこかひどく冷めた感情があるまるでアイドルそのものを嫌っているかのような。 シノさん、どこに行ったんでしょうそんなに遠くへは行ってないと思うけど、楽屋、他にも泣いてる子、いっぱいいたね。はい。敗退したグループの皆さん、とても悔しそうでした。一回戦の時は、自分たちのことで精一杯で、全然気づけなかったな。あれ廊下の隅っこに薄くまってるのって。 シノさん、大丈夫ですかごめんね。放っておけなくて、追いかけてきちゃった。あのね、私、シノちゃんの気持ち、ちょっとわかるよ。私も研究生時代、ずっと頑張ってたのに、報われなかったから。一生懸命頑張ったのに、思いが届かないのって、辛いよね。 これで終わりじゃない。アイドルはまだまだ続くんだからまた頑張っていこうねっえっあっ ちどうしてここにあのすみません篠乃さんは今話せる状態では後にしてもらえませんか 後のことは私に任せて。今日はもう帰りなさい。今後のことはまた後で連絡するから。でもいいから。こっから先はグループの問題だよ。わかりました。イブちゃん、行こう。ナオさん、シノちゃんをお願いします。あの、シノさん、このハンカチ使ってください。 使ってないので、綺麗なはずです。今日のシノさんのパフォーマンス、心をつかまれました。とっても、とっても良かったです。それだけは、わかっててください。 そっか。それじゃあ今頃、ナオさんがシノちゃんと話してるって感じか。ビビキャンの子たちも一緒ということだし、後のことはナオさんに任せるしかないわね。はい。わかっていたつもりですが、敗退して泣いている人たちを目の前にすると、やはりショックだったと言いますか。勝ち上がるアイドルがいれば、当然負けるアイドルがいる。 そういう大会だって分かってたはずなんだけどな。はい。自分たちが勝ち上がることで誰かの夢を奪うことになってしまうんですね。夢を奪う私たち、そんなつもりじゃないのに。もちろんです。でも結果としてそうなってしまうのが、この大会の現実なんです。私たちが TIS に本気なのと同じように、 他のアイドルたちだって本気なんだもんね。みんな、それぞれ夢と覚悟を持って大会に参加してる。私、今までちゃんとわかっていませんでした。たとえ勝ち負けがついても、どんなに悔しい結果になっても、次への糧になる。無意識にそんな風に思ってました。どこかで、 剣道の試合と同じように考えていたのかもしれません。次への糧になるという点では、イブちゃんの考えは間違っていないわ。ただ、誰かの夢が終わる。道が一つ閉ざされてしまうことは確かね。<laughs> 残酷なようだけれど、こればかりはどうしようもないことだと思うわ。光があれば影がある。 それが芸能界。それに、私たちだって譲れない。そうでしょうん。<laughs> 譲れない。パスパレのみんなで武道館に立ちたいもん。いやー、芸能界はまさに弱肉強食ってやつだね。武道館に立てるのは一グループだけだもん。 自分たちにできることは優勝を目指してもっともっと頑張ることくらいしかありませんね。はい。そうですね。それにしてもさ、さすがにナウさんの言い方きつくなかったいっすアイドルを辞めるのもあり、なんてさ。ええ。確かに正論だとは思うけれど、何もあのタイミングで言わなくてもよかったと思うわ。 うん。ちょっと、いつものナオさんらしくなかったかも。ナオさんって、いつも的をいたこと言うなーって感じだけど、時々すっごく冷たい言い方をするときあるよね。ほら、お前にも、ちさとちゃんに詰め寄ったことあったじゃんあの時の、ナオさんの冷ややかな瞳に、ちょっとゾクッとしちゃった。あの時もそうですが、 自分には、ナオさんが何を考えているか、わからなくなる時があります。で、でも、ナオさんが言ってくれたことって、全部パスパレのためになったんじゃない今回のビビキャンのことだって、きっとそうだよ。何か考えがあって、そう言ったんだと思う。そうですよね。すみません、ネガティブなことを言ってしまって。それじゃあ、そろそろ着替えて帰りましょうか。 今日は本当にお疲れ様。ああ、なんか今日はアロマ炊いてぐっすり寝たい気分。私も私も、ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。あ <laughs> イブちゃん着替えないのあ、すみません。私も着替えます。 <laughs> <laughs> ハッシュタグ TIS で検索わもうこんなにいっぱい投稿が来てます二回戦突破おめでとうパスパレ絶対優勝ハッシュタグ T.I.S. パスパル応援。こんなにたくさんの方が応援してくれて、本当に嬉しいです。でも、あ、この投稿は、ビビキャンをしてたのに、ほんと残念すぎる。はなんで不合格なのいいパフォーマンスだったのに。配信終わってから、ずっと泣いてる。 <laughs> 私たちが勝ったことで、悲しむ人たちがいる。でも、だからといって、私たちも負けるわけにはいかない。一体、どうすれば。<laughs> あ、誰からでしょう。え、シノさん 篠野さん大丈夫です。私気にしてませんから。夢を託す。 負けてしまった人たちの思いも背負って前へ進んでいく。それが私たちの進むべき道ですね。シノさん、任せてください。ビビキャンの無念や思いを背負ってパスパルはきっと優勝してみせます。 はあ、みんな揃ってるみたいだねそれじゃあ3回戦に向けてミーティングしよっかあのすみませんその前にちょっといいですかあのあと志さんはごめんごめん そりゃ気になるよね。あの後ビビキャンで話し合って気持ちも落ち着いたみたい。また次の目標に向けて頑張っていこうってなったから安心していいよ。そうですか。それなら安心しました。あの、実は昨夜シノさんから電話があったんです。迷惑をかけてしまったことを何度も謝ってくれて。シノさん、 涙ながらに言っていました。私たちの思いも背負って前に進んでほしいって。<laughs> だから私、思ったんです。負けた皆さんの覚悟や夢を背負って戦っていきたい。それが、勝ち進んでいく者の,の責務なのだと。そっか。そうだよね。夢を奪ってしまったって。 罪悪感がずっとあったけど、ビビキャンの夢も一緒に次のステージに連れて行く。そういうことだよね。はい、その通りです。負けた人たちの無念を背負って前に進む。それが武士道です。<laughs> イブちゃんらしいわ。でも、後輩からそんな風に託されたら、先輩アイドルとして期待に応えるしかないわね。 確かに、あたしたちにできることって、それしかないかも。ビビキャンの皆さんが見たかった景色を、パスパラが代わりに見せてあげられるよう、頑張らないといけません。そういえば、アヤさん、前に言ってましたね。アイドルはたくさんの輝きや思いを受け継ぎながら、成長し続ける物語って。 それって、今回のように後輩たちの思いを受け継ぎ、頑張っていくことも、アイドルの物語なんじゃないかなって、自分は思います。うんうん、そういうことだね。しなくていい。え誰かの夢や期待なんて、背負わなくていい。パスパレはパスパレ。ビビキャンはビビキャン。自分たちのことだけ考えればいい。 誰かの夢や期待なんて、重荷だよ。邪魔なだけ。邪魔って、ビビキャンのみんなの思いを、そんな風に言わなくても。そうです。ビビキャンの皆さんが、どれだけの思いで練習してきたのか、それを一番よく知ってるのは、ナオさんじゃないですか。知ってるからこそ言ってるんだよ。邪魔だし、余計な雑念にしかならない。なんで、 なんでそんなことを言うんですかナオさん、なんでですかイブちゃん、ちょっと落ち着いて。ちゃんと説明してくれてもいいと思うけどな。それに、一度こうするって決めたイブちゃんは手強いよ。<laughs> はぁ、あ、仕方ないか。<laughs> これは、 私がアイドルをしていた時に出会った、とあるアイドルの話。アイドルが好きで、アイドル業界が好きで、ファンが好きで、みんなの期待に応えようって、すごく前向きな子だった。けど、業界やファンの期待に過度に応えようとして、心が潰れちゃったんだよ。 心身ともにアイドルをできなくなるほど消耗してね。どんな時もキラキラ眩しいアイドルでいなきゃ。いつでも前向き、ネガティブな感情は絶対に見せちゃダメ。そんなアイドルらしい気持ちが、彼女自身を追い詰めた。<laughs> 確かにアイドルは、同業者や関係者、ファンの期待を背負う仕事だよ。でもね、 それは頭に適度ながつく場合に限るんだ。そしてアイドルは適度な期待がどれほどのものかなんて自分で判断できない。だから、こうして周りの大人が言わなくちゃいけないんだ。今のビビキャンの思いなんかみんなに背負えるとは思えない。それでノオさんはあの時。 ええ。ファンあってこそのアイドル。期待に応えるのは当たり前。ファンの人たちの喜ぶ顔を第一に、頑張りましょう。ファンの喜ぶ顔を第一に白鷺は、ファンの期待に応えることが、一番大事だと思ってんの。あの時、 私に詰め寄ったのは、こういうことだったのね。うーん、そっか。ナオさんにはそんな知り合いがいたんだね。ナオさんが、私たちをとても心配して言ってくれていることは、よくわかりました。でも、私たちは、ファンや他のアイドルたちの思いを背負うグループでいたい。私もそれに、パスパレなら、この5人なら、 絶対大丈夫だって思います。そうそう。あたしたちとその人は違うんだしさ。ずっとアイドルを近くで見てきたからこそ。パスパレみたいなタイプは。<laughs> 正直、危なっかしくて見てられない。だから、背負うべきじゃないって言ってるの。いいえ、私たちならできます。やってみせます。あのね。 これからもっとプレッシャーのかかる三回戦に行くっていうのに、そういう態度が危ないって言ってるの。で、でもあ、あの、二人とも落ち着いてください <laughs> <laughs> それでも私は、私の気持ちは一つです仲間の思いを受け継ぐのが武士だ信念は曲げられませんはぁ。あん <laughs> ちとパスパレって面白いね。白鷺がネックだと思ってたけど、若宮もそういう考えってことか。それじゃあどうしよう。私の考えに納得できないって言うなら、今後のことを考えないと。あの次回までにみんなのコンディションを整えておきます。だから今日のレッスンはお休みにしてもらえませんか この状態じゃ、レッスンにならないしね。オッケー。それじゃあ次までに、各自整えてきて。わかりました。それでいいわよね、みんな。ちさとさん、どうしてですかだって、私たちは。イブちゃん、このことについては、後で話しましょう。ちさとさん お疲れさまでーすああちょっといろいろありまして今日はオフにしたんです2回戦まで過酷なスケジュールだったんで息抜きも兼ねて。 ご期待に応えられるよう頑張りまーす。<laughs> はーい。お疲れ様でーす。はぁ。夢。ね <laughs>。 夢なんてそんないいもんじゃない本当危ないなあ,あの子たち私が分からせてあげないとわあ季節限定の新メニューどれもおいしそう このイチゴと生クリームのパフェ食べたーい。ねえ、イブちゃん、よかったら半分こしないはい、そうですね。イブちゃん、そんな落ち込まないで。甘いものでも食べて元気だそう。そんなアヤちゃんじゃないんだから。もう、ひなちゃん、ひどい。 ここのパフェ、すっごく美味しいんだから。あははまあ、パフェのことは置いておいて。イブさん、そんなに気にしなくても大丈夫ですよ。い、ええ、謝らせてください。今日のレッスンを中止にしてしまって、すみませんでした。三回戦は、これまで以上に激戦になります。レッスンの機会は、とても貴重なのに。 でも、さっきの雰囲気では、とてもレッスンどころじゃなかったと思うの。次までに気持ちをしっかりと切り替えていきましょう。しかし、ナオさんとこうも意見が食い違ってしまうと。ナオさんが私たちを心配して言ってくれてるってことは、よくわかるんだけど。それは、痛いほどわかります。でも、 私はビビキャアの思いも背負ってあげたいんです悔しさに震える声で必死に託してくれたその思いを無視するなんて私にはできません一つ提案があるのだけれどナオさんと私たちが同じ気持ちでいる必要はないと思うのんどういうこと わかりましたと伝えておいて、私たちは私たちで、ビビキャンのことを忘れずに背負っていけばいいんじゃないかしら。それはつまり、嘘をつくってことですか嘘というより、建前というやつね。そんな、それはナオさんに失礼だと思います。仲間とは、気持ちを一つに団結するものです。 それに私はこの気持ちをナオさんにも分かってほしいんです私は千里ちゃんの言ってることを分かるような気もするな他人と自分は違うんだしプロデューサーとは目標が一緒ならそれで十分っていうかさええそうねそんなイブちゃん身も蓋もない言い方をするけれど プロデューサーという立場の人とは、うまくやる必要があるの。それは、芸能界の不分率と言ってもいいわ。納得のいかない部分があっても、ナオさんは、私たちのプロデューサーなの。プロデューサーには、事務所から権限が与えられている。もしかすると、アヤちゃんの時みたいに、またメンバーを外すと言われてしまうかもしれない。<laughs> そう、だよね。そうなることは、望ましいことではないでしょいくら一緒に戦っていく仲間とはいえ、これが、私たちと、プロデューサーの立場の差なのよ。それに、ここまで勝ち上がってこれたのは、ナオさんの手腕もあってこそ、表向きだけでも、従っておくべきだと思うわ。まあ、仕方ないか。 全然、ルンとしないけど、そうしておくのが今はいいかも。そうですね。もちろん、ビビキャンのことを忘れるわけではありませんが、自分たちよりもずっとアイドル経験のある方が言ってることですし。まだ、モヤモヤした気持ちは残ってるけど、分かったよ。きっと、これでいいんだよね。イブちゃんも、それでいいかしら私は、 私はやっぱり納得できません千、うん、里さんの言うように納得したふりをすることが私たちにとって最善なのかもしれませんけどそれは武士道の精神に反しますだから私はアスパレの仲間であるナオさんに私たちの本当の気持ちを分かってもらえるよう頑張りたいです さすがイブちゃん信念を貫き通すのが武士だもんねはいその通りですさあこっから千里ちゃんはどう説得するのこうなったイブちゃんはさええ手ごわいってことは十分わかっているわでも分かってもらえるように頑張るって具体的にはどうするんですかそ、それは… えーっと、あお手紙を書くのはどうでしょう気持ちをしっかりと書いたお手紙を読んでもらえば、きっとわかってもらえるはずです。あははいいね手紙でナオさんに突撃作戦ああ、ひなちゃん、ふざけないでちょうだい。みんな、この後、お仕事の予定入っていなかったわよね。 ちょっとじっくり話し合いましょうか。うーん、この検索ワードでも出てこないか。じゃあ次は。わあ、おっきな首。ああ、ひなさん、いつの間に。 ついさっきなになに、まやちゃん。寝不足あはは、<laughs> <laughs> 昨日眠れなくて夜更かししてしまって <laughs>。へえ、私は家帰ってすぐ寝ちゃったな。昨日の話し合いでヘトヘトっていうか、イブちゃんとチサトちゃん、超白熱してたじゃんはい。結局、お互い一歩も譲りませんでしたね。もういい時間だからって解散になっちゃったけど、 次からのレッスンどうなるんだろうはい。今頃イブさんきっとモヤモヤしてますよね。もちろん千里さんもですけど。それはみんなそうでしょう。まあ私はナオさんに従うふりしてもいいんだけどさ。でもナオさんのあの感じ、なんか引っかかるんだよね。と言いますと基本何考えてるかわかんない人だけど、 私たちに隠してることがあるような気がするっていうか、昔の知り合いのアイドルが潰れちゃったから、そうなって欲しくないっていうのはわかるんだけどさ、本当に本音はそれだけなのかなって。ひなさんもそう思いますか。え、まやちゃんも実は自分もなおさんが話してくれた、とあるアイドルのことが気になって、昨夜ネットで調べたんです。 とあるアイドルが誰なのか、どういうことがあったのか、客観的に知ることができれば何かわかるかもしれないと思いまして。それでそれで何かわかったあいえ、マーマレードの活動初期まで遡って、同時期に活躍したアイドルを調べたのですが、それらしいことは何も。そっか、残念。 ネットの記事は消えるのが早いですし、SNS の噂は信憑性が低くて、当時の雑誌や記事があればよかったんですが。昔の雑誌なんか残ってなくないまあ、ファンの人だったら大事に撮ってあるかもしれないけど。あ,あど、どうしました、ひなさん。急に大きな声を出して。もしかしたら、あそこにならあるかも。え あ,あすみませんやさんからですもしもしどうしましたあやさんままやちゃん大変イヴちゃんがナオさんに本当に突撃しちゃうかもえっはあ今日の講義あんまり集中できなかったな みんな、今頃どうしてるんだろう。やっぱり、もう一度ちゃんと話し合わなきゃ。こんな調子じゃ、三回戦勝てるわけないもん。あれあそこにいるのって。おーいイヴちゃーんあやさんこんにちはどこか行くところあれその手に持ってるのって、手紙はいこれは、 私の思いをしたためた、ナオさん宛ての手紙です。んナオさん宛て今から事務所に行って、ナオさんともう一度ちゃんと話し合おうと思っています。いざ、ナオさんに突撃です。えでは、失礼します。えー、ちょっとイーブちゃん、ナオさんに突撃って、本当にど、どうしよう。 とりあえず、みんなに連絡しなかっちた。この手紙を読んでもらえれば、私たち、きっと別れ合えるはずです。この角を曲がれば、事務所まであと少し。その手紙、渡すのはちょっと待ってくれないかしら。しさとさん、どうしてここに さっきやちゃんから電話をもらったのよもともと今日は時間が空いてたから事務所にファンレターを読みに行くつもりだったのどうしてもこの手紙なおさんに読んでもらいたいんですだからお願いします目元うっすらクマができているわよきっと一生懸命その手紙を書いたのよねはい 夜遅くまでかかっちゃいましたけど、私の素直な気持ちを綴りました。イブちゃん、いい機会だから、ここで、だく合わせ飲むことを覚えましょう。善も悪も受け入れるってことですかええ。イブちゃんが芸能界で将来やっていくためにも、必要なことだと思うの。 <laughs> いたいたやっと追いついたよ二人一緒にいるってことはさすがちさとちゃん突撃阻止できたんだね心配したんですよもしまたナオさんと言い合うようなことになったらどうしようって皆さんイブちゃんあなたが考えているほどナオさんは甘くないわアちゃんの時のこと 忘れてないでしょもし手紙を読んだナオさんが考えの違うイブちゃんを外すと言い出したらどうするつもりそ、それは。あの時は何とかなったからよかったけれどそうじゃなかったらパスパレは今の形を維持できてなかったはず私たちが今一番避けなければならないのはそれなのよ。 でも、その時アヤさんが課題をクリアできなかったとしても、私たちは全力でアヤさんを守ろうとしたはずです。ナオさんに反抗してでも、今のパスパレを変えさせない。何が何でもパスパレを守る。スタト<ッ>さんだって、そういう気持ちだったんじゃないんですかそれは、そうだけれど。 何度も言うけれど、パスパレというアイドルグループは、どうしたって、事務所やプロデューサーの指揮下にあることは、変わらないのよ。それも、わかります。でも、パスパレは、私たちそのものです。私たちの気持ちのことは、私たちが決めたい。言いたいことも言わずに、表面上だけ取り繕ろうなんて、らしくないです。 どんな時も、まっすぐに進んでいく。それがパスパレだと思います。イブちゃん。TIS のため、パスパレのため、芸能界で生き残っていくため、うまくやる必要があるってこと、それもわかります。けど、藤さんの本音はどこにあるんですか私の本音 そうですうまくやるの陰に隠れている、藤さんの本当の気持ち。藤さんの本当の気持ちはどうなんですか聞かせてください。あ、私の本当の気持ちは <laughs> イブちゃんやみんなが、 パスパレから外されるなんてことになってほしくない。それと、ナオさんと意見が食い違ってしまったこと、同じ気持ちでいられないことを、どこかで寂しく感じている自分がいるわ。私も、私もだよ、千さとちゃん。私もです。ナオさんとは、たとえ立場が違っても、 お互いに言いたいことをきちんと言える、そういう関係でありたいんです。ええ、そうね。なら、なら、もう一度、ナオさんと私たちで話し合いませんか言いたいことも言い切らないうちに、怖がって、本音を隠して、うまくやろうとするなんて、やっぱり、パスパレらしくないです。 イブさん。そうですね。自分もそう思います。あたしも賛成。そっちの方がルンてするしね。あたしも、やっぱりこの気持ち、諦めたくない。ちさとちゃんは、どうかな。やっぱり、イブちゃんは強いわね。え私の本音を探して、 見つけてくれたい,いえそんなそういえばいつかの帰り道でイブちゃんに言ったことがあるわね私は理屈や損得に縛られて本音を見失ってしまうことがあるってでもイブちゃんがいればきっとイブちゃんが本音を見つけてくれるあの時そう思ったことを今 思い出したわ。千ささん。ありがとう、イブちゃん。私は、自分や誰かが外されるかもしれないということを恐れるあまり、うまく立ち回ろうとばかり考えて、自分の気持ちを後回しにしてしまっていたみたい。本当の気持ちはどうか、なんて、考えもしなかったわ。ちゃんと分かってもらえるように。 ナオさんと話しし合ってみましょうさん、ありがとうございますふうん3回戦に向けての強化メニューはこんなとこかなあの子たちこっちが提示した以上に自主練しだすからある程度セーブしないと。 なおさんお疲れさまです。頼もうなぜ同情破りのような掛け声を。まあイブさんらしいですけど。頼もうはお願いしに行くときの挨拶です。今日はなおさんにお願いがあってまいりました。勢いぞろいでなに今日はレッスンの日じゃないはずだけど。お忙しいところすみません。 私たちの話を聞いてもらえませんかうーん。まあいいよ。手短にお願いできるありがとうございます私たち、やっぱりビビキャンの思いを背負って、受け継いで進んでいきたいって思ってます。続けて。私たち、あれから色々話し合ってさ。 やっぱりそれが一番私たちらしいんじゃないかなって。自分たちの思いにまっすぐであること、夢に前向きであること、それがパスパレらしさだって。ビビキャンの皆さんの思いも私たちのパワーにして、もっともっと頑張っていく。それが私たちの進みたい道です。もちろん、これから TIS が先に進んでいけば、その分、 プレッシャーも大きくなっていくと思います。その時は自分たちが道を選んだ責任として辛さも大変さも受け入れようと考えています。だから、それがダメだって言ってるの重すぎる思いや期待がどれだけアイドルに悪い影響を与えるか分かってからじゃ遅いんだって。私たちは。 なおさんのお知り合いのアイドルさんと同じにはなりません。私たちを信じてください。そう。みんな若宮に影響されたってことか。考えは固いみたいだね。じゃあ、若宮を外すと言ったとしたら <laughs> 言っておくけど、外すと決めたら本当に外すよ。 アイドルを潰すようなプロデュースを私は絶対にしない。危うい道を行くつもりならメンバーから外してでも止める。最後にもう一度聞くよ。若宮。ここまで言っても。あんたは他人の期待と思いを背負ってアイドルを続けるつもり。<laughs> イブちゃん。何度聞かれても。 答えは同じです。思いや期待と共に進む。それが私のアイドル道です。そっか。これがパスパレの答えなんだね。わかった。今のみんなの考えがそうなら止めない。ビビキャンの夢を一緒に背負っていきなさい。 イブちゃんはいはぁ、あ、やっぱりこうなったか。えなんかこうなるような予感がしてたんだよね。パスパネって、そういうグループだしさ。あははだから言ったじゃんこうなったイブちゃんは手強いよーって。き <laughs> ょ、恐縮です。 ほんとアイドルのプロデューサーなんてやるんじゃなかったなぁ気苦労ばっかりだし。ふふふ、ご迷惑をおかけします。<laughs> <laughs> あのさ、丸山、白鷺、氷川、ヤマト、若宮…ミ一つだけお願い。<laughs> <laughs> 自分の心が何より大事。だからもし、私がこの先、自分を優先してと言ったときは、そうしてほしい。ナオさん私は、もう、誰のことも手遅れにはしたくないの。だ、大丈夫ですかはは <laughs> ごめんごめんいやぁ、疲れてんのかも そろそろ私仕事に戻りたいんだけどもういいはいありがとうございましたねえみんなせっかく来たんだしちょっとだけ練習して帰らない賛成いいですねそうと決まればスタッフさんにレッスン室が空いているか確認しましょう本当はオフなんだから適度にしなさいよ はーい <laughs> アイドルたちはいつだってほんとにまっすぐでまぶしくて大人の言う通りになんかならないってわかってたはずなんだけどねほんと参っちゃうよねね歩み るブシロードゲームズ